大島金太郎大島金太郎昭和9年1月27日は日本の農学者、長野県諏訪郡宮川村で先代大島金太郎の長男として生まれる。1893年札幌農学校を卒業し、1895年に札幌農学校の助教授に就任した。1880年頃の札幌農学校の校舎、 一番手前が寄宿舎、その奥が復讐行動、一番奥が科学行動1898年により、農芸科学研究のためアメリカ合衆国、ドイツに留学し、アメリカでは農務省技師職宅となった。1903年に帰国して札幌農学校教授となり、翌年から北海道長技師を兼ねた。1907年、論文提出により、 農学博士の学位を得た。同年、札幌農学校が東北帝国大学農科大学に改称し、東北帝国大学教授となる。1918年、東北帝国大学農科大学が北海道帝国大学農科大学に改称し、北海道帝国大学教授となった。北海道帝国大学現在の北大農学部1920年。 台湾総督府技師となり、台湾総督府中央研究所農業部長として、砂糖機微などの品種改良に努めた。また、台湾総督府農林専門学校校長事務取り扱い、台湾総督府高等農林学校校長、台北高等農林学校などを務めた。その後台北帝国大学創立委員となり、1928年に台北帝国大学が成立すると、 教授、農学部長に就任した、台北帝国大学生門、ありがとうございます。